カナメちゃん家に居候してるのも賑やかで楽しかったけど、やっぱり新しい家も楽しみだね。どんな風に？なんていうか、より本当の夫婦になれる気がする。本当の夫婦って何よ？本当の夫婦ってのは、こういうこと。旦那様。はい。いや、その、どうしたの？夫婦っていうのはお互いに言いたいことを言っておいた方がいいと思うのよ。まあそうだね。だからね、気を悪くしないで聞いてもらいたいんだけど。え？怒らないって約束してくれる？怒ったりしないよ。じゃあ言うけど、旦那様って抱き方が下手。抱き方が下手。そんな分かりやすくへこまないで。あのね、旦那様、旦那様は女の子の抱きしめ方が間違っているのよ。さっきもなんだけど、旦那様ってたまにこういう脇の下に手を入れる抱きしめ方するじゃない？だけどね、このやり方は背の低い女の子には優しくないの。なぜなら脇の下から抱きしめられた時の女の子の状態はこう、まるで持ち上げられた猫みたい。なるほど。だからね、ちょっと来て旦那様。はい。やるならこう上から。あ、本当だ、なんかすごいフィット感でしょ。だからね、ここからなら私も。なんかすっごいくっつかれてる。わかった？正しい女の子の抱き方。はい、了解です。ナサ君にもある？え？私に言いたいこと。そうだな。結構あるかも。え？そうなの？どんな？まず一番は、寝てる時触ってもいい？は？あ、誤解しないで。寝ている司ちゃんにいたずらしたいってわけじゃないんだよ。いやいたずらしたいんだけど、いやそうじゃなくて、司ちゃんって寝相が悪いじゃない？それでいろんなところに転がっていって寒そうっていうか、おへそ出てたりもするじゃない？だからそういう時に触って寝巻きとか布団とか直してもいいかなって。ダメだって、寝相悪くないもん。いやいや、寝相は悪いよ。悪くないもん、そんなの旦那様の言いがかりだもん。そこは認めようよ。認めないもん、だって嘘だもん。